どうもこんにちは、ふうふつです。ちょっとあのコメントで A ちゃんは一体何を育てているのかA ちゃんが育てている植物をご紹介していきたいと思います。まあ一回ね、植物紹介みたいにあったから、ちょっと今回はその食べれる系のやつここに植物たちが何体かいらっしゃると、見る用の。じゃあまずこの伝説の一角一番生い茂ってる場所と言われています、うん、これコーヒーの木。こちらコーヒーの木で、うん、本当になるよね。うん、育ててったらコーヒー豆が取れるらしい。ここは何かしらの多肉植物。ああ毎度おなじみの、うん、ちょっと荒れてるね。そうやな、多肉ちゃんと綺麗にしてあげたいんやけど。で、上のがエアプランツ。そう、エアプランツ、コットンキャンディーとプッチ。冬場寒いからさ、この窓際から離した方がいいらしいんやけどさ、置き場がないからこのままなんとか頑張ってくれてる。うん、まあ、都内やしな、まだ。そしてキリンが食べてるのがアイビー。これよう見るやろ、どこ行っても。それおしゃれカフェによくある。そうそうそう、これほんと手間なく育てられるからすごくいい。かわいいな。かわいい。豚が隠れてるのがシダ植物のシノブ。シノブ、なんか名前で買っちゃったよな、これは。そう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 なの。かわいがれそうっていう。で、一番動物に好かれてるのが好かれてんな。それがアロマティカス、ハーブみたいな多肉植物。これいい匂いするよね、うん、たまにお茶に入れてね、飲んでるな。ハーブティー、美味しい。気持ち悪いそして今、キッチンで育ててるのがこれ、豆苗。これでも3回目やから生えてくるかちょっとよくわかるこれ、エリンギの入ってたパックなの。うん、それにちょうどハマる。あ、豆苗がいい感じやな。いい感じやな、ぴったり。お風呂場で育ててるのが椎茸さん、うん、今はめっちゃ美味しい1個がなってますそう、最初はもう10本ぐらいバーって一気に出てきたんやけど、うん、それが今5回目ぐらいでちょっとのいいやつがめっちゃ出てる。あの1個をみんなで頑張って育てようってしてるよな大きさで言ったら、うん、そう、これぐらい今まだこれぐらいで、ここに水をちょっとこう湿らして、そうそうそう、袋を縛って置いてると、うんうん、だからお風呂入るときはこの椎茸を一旦どかしてお風呂に入ってます。めんどくさいやなそれだけで、お風呂上がったらこう椎茸を戻すとそれだけ嫌い、椎茸、うん、観葉植物たちもここでだいたい水をあげてます。そう、お風呂上がりにここに集結させて霧吹きでわーっと水やって置いといてる。手前に壊れた物干し竿が置いてあります。やめて。この3つがベランダで育ててるやつですね。こっちがレタス、サニーレタスかな。レタスしか書いてない。レタスしか書いてない、こっちはチリメンチ社やって。チリメンチ社、うん、聞いたことないチリメンチ社っていうレタス。そう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 、日本和名はチリメンチ社これもほんと普通に大きく育てるやつなんやけど、もうそんな大きくは育てられへんからベランダでベビーリーフとして収穫してるうちはいわゆるベビーリーフ、うん、いろいろ混ざってるやつでも今もうほぼ同じものしか生えてないから取っちゃったのよ。ちょこちょこ料理に出てくるのがこっちをね。そう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 、ちょっと彩り付け加えるのにめちゃめちゃちょうどいいのよな。デトロイトとロロロッサ、レッドパクチョイのベビーリーフらしい全部聞いたことないわ最後ベッピーリーフって言ってなかった最後がネギですね。ネギ、スーパーで買ったネギやね。そうそうそう、根っこがついてるタイプのやつ、うん、あれを刺しただけ最初水耕栽培でやってたんやけど、うん、その水につけとくだけのやつ、うん、こっちの方が圧倒的に長持ちするなと思って土に刺した。で、何回かもう収穫してるね。めちゃめちゃ適当に刺したんやけど生えてくるこれもちょっとだけ使うのがすごい便利。料理のちょっと上にかけるとか。そう、でも正直さ、
これが節約になってるかどうかは怪しいよな、うん、ってたまに思う。これはもう節約というよりはもう趣味っていう。そう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 。まあ200円でいっぱい取れるっていうのもあるけど。でもプランターと土台とかもかかったもんね。まあ、最初買ってしまえばそんなには。赤色、紫色のスプラウトを植えようとしている今。うん、これ100均で買ってきたコットン。水浸します。はい。落ちたよ。これこんななんやラディッシュって。いや違うよな、うん、知ってるラディッシュ。知ってるラディッシュ、あの株みたいなちっちゃいやつだろ。そう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 、あれの芽ってことなのかな。あ、そうだ、どうかな、こっからそうなるんかな。はい、切り抜き一応していくか。3日から2週間で生えてくるって。うーん、でもすぐやね。うん、早いの。以上が我が家の植物たちでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらあのチャンネル登録お願いします。お願いします。なんかいい植物だったら教えてください。またお会いしましょう。さようなら。